スットングによって追われ、オーディンは、死の蜜種をいくつかの壺に吐き出した。そのいくらかが図らずも向こう側にこぼれている。18世紀のアイスランド人画家ヤコブ・シグルズソンによるイラストレーション。ゴットランド島の海画石碑ストーラ・ハマール石碑には、わしの姿のオーディンが取ってくる様子、グンロズスットングの描写が残っている。死のシュまたは、スットングのミツシュは、 北欧神話においては誰でも飲めば詩人や学者になりあらゆる情報を物語ることができると言われる神話的な架空の飲み物である。この神話はスノーリストルルソンによって報告されている。飲み物は詩的なひらめきを表すビビッドな比喩であり、ベルセルカーの狂気、または詩のインスピレーションを介してしばしば所有する神をオーディンと関連させた。 アース神族とバン神族との戦争の後、神々は大きな桶に唾を吐くことにより、今まさに終わった戦争の急戦調印をした。この急戦のシンボルを残すため、神々は自分たちの唾液から、クバシルという名の人物を作り出した。クバシルは彼が答えることができなかった質問がないほど非常に賢かった。クバシルは人類に知識を与えるべく世界中を旅した。 ある日彼は、ドワーフのフィアラルとガラールを訪れた。フィアラルとガラールは、クバシルを殺すと、ボズン、ソーン、オーズレリルと呼ばれる、二つの王家と一つの亀に、彼の血を注いだ。二人は、クバシルの血を蜂蜜と混ぜ、その結果、それを飲めば、誰でも詩人や学者、になれる蜜種を作り出した。ドワーフたちは神々に、クバシルは、知識のせいで、 窒息死したと説明した。フィアラルとガラールは、下の巨人のギリングとその妻を招いた。二人は自分たちの船で彼を会場に連れ出し、船を転覆させた。巨人は溺死した。ドワーフたちはそれから家に戻り、ギリングの妻に彼女を悲しみのどん底に突き落とす秘宝を知らせた。フィアラルは夫が溺れ死んだ場所を教えると申し出たが、彼女が入り口を通った時、 ガラールが彼女の頭に石臼を落とした。ギリングの息子、スッィングは何が起こったかを知ると、ドワーフたちのところへ行き、二人を満潮時に海水に沈む祝いと連行した。ドワーフたちは、スッィングに命ご用し、彼の父の死の代償として、蜜酒を彼に提供した。スッィングは承知した。彼は帰宅すると、フニットビオルグと呼ばれる場所の中に蜜酒を貯蔵した。 彼の娘、グンド軍路ミ川シュの見張りをすることとなった。オーディンは、大釜で干し草を飼っていた九人の奴隷に会うと、彼らの大釜を研ぐと申し出た。彼の砥石は、奴隷たちが皆、砥石を飼いたいと望むほどよく仕上げた。オーディンが砥石を空中に投げ上げると、奴隷たちは死ぬまで乱闘し合い、お互いの喉を切り合った。それからオーディンは、バウギの下で夜を過ごした。バウギは、 スットングの弟だった。彼は自分の奴隷が互いに殺し合ったため仕事がうまくいかなかったと不平をこぼした。そして彼は奴隷たちの代わりになる人を見つけることができなかった。自分の名前がベルベルクだと言っていたオーディンはスットングの密種の人のみと引き換えに奴隷たちの仕事をすると申し出た。バウギは承知し自分が兄を説得してみると言った。 夏の真中、ベルベルクは決められた仕事をし、冬に自分への退化をバウギに要求した。ベルベルクとバウギが一緒にストングの家へ行くと、彼は飲み物の一雫も与えることを拒否した。ベルベルクは次に策略を用いるとバウギに提案した。ベルベルクはバウギに水のラティを貸し、フニートビョルグの山に穴を開けてくれるよう頼んだ。バウギは ベルベルクを騙そうとしたが、最終的に穴は掘られ、ベルベルクは蛇の姿を取るとそこに滑り込んだ。バーギはついでベルベルクを突こうとしたが無駄だった。ベルベルクはグンドズの元にたどり着き、そして彼女と三夜を過ごした。それによって彼は三種の三区分を得ることが許された。しかしその一口ごとに三種の容器は空になっていった。 彼はそれからワシに変身して飛び去った。スットングがこの盗みを見つけると、彼もワシの姿になって、オーディンを追いかけた。アース親族がオーディンを見つけたとき、彼らはオーディンが奪ってきたものを吐き出せるように容器を移動した。しかしスットングは、オーディンの間近に迫り、オーディンは後方にいくらかの雫をこぼしてしまった。 このこぼれた分は誰でも飲むことができたので、ヘボシ人の分け前として知られることになった。しかし、死のシュは神々と死の才能のある人間に対し、オーディンによって与えられたという。死後保護。ありがとうございます。